はい、皆さんこんにちは。スクワドラチャンネル山田です。今回はブライトメッシュという素材を紹介していこうと思います。ポリエステル 100% で立体的なメッシュ加工により吸水速乾性に重点を置いた素材になります。と見た目以上に軽い軽量メッシュの素材でして、発色に関しては適度な光沢感がありますので非常に人気の素材になります。特徴としましては耐久性、あと伸縮性、吸水速乾性とありますが、耐久性に関してはもう抜群で強い素材です。なんでバスケットのまあ専用素材なんですけど、相手とのやっぱりコンタクトが多いスポーツですよね。バスケットには本当にもってこいの人気な素材になります。こちらブライトメッシュと、あとバスケットではトリコットサテンという2種類の素材が選べるんですけど、皆さんこちらどちらにしようかなと非常に悩まれてるチームさん多いです。ブライトメッシュの特徴としてはやっぱり強さですね。レベルが高くなればなるほどそういったコンタクトのプレーも多くなっていくでしょうし、そういった部分で強化されていますし、あとトリコットサテンほど発色そこまではいいけど、ちょっとある程度の光沢感欲しいよという方はやっぱりこちらの素材を選ばれてますね。クアドラがサプライしておりますプロバスケットチームのこちらブライトメッシュを採用してますので、まあ、そこら辺も参考にしていただければと思います。ユニフォームで悩まれた時、こちらの動画を参考にまたご検討いただければと思います。どうもありがとうございました。